夜桜さんちの大作戦スパイデーレディオ。どうもこんばんは、夜桜さんちの大作戦、夜桜むつみ役の本土楓だけです。2度目の別居でございますが、こちらね、毎週日曜午後5時 MBS TBS 系全国28局ネット日語枠で放送中のテレビアニメ夜桜さんちの大作戦を盛り上げるというミッションを背負った番組、今週もスタートいたしました。なんかね、癖になってるんですよね。なんだかんだ私もね、いつもレイジルのことをちょっといじったりバカにしたりしてましたけど、やっぱいないはいないでなんか物足りないというか、俺たちみんな今思ってますよね、スタッフさんも。なんかやっぱあれ欲しいなって思ってる僕らがここにいるんですけど、今回も、ご存知の通り別居しております。はい、パーソナリティ2人でやってるんですけどね、それぞれ別れることを別居と言っておりますね。まあ後ほどお話ししますけども、まあアニメの流れ、皆さんね、もうついさっきまでアニメ5時から見てくださったと思いますが、すごかったでしょう。そりゃあの状態だとね、レイジルここには来られないよね。あんなお話だからさ、レイジル多分お家でゆっくりね、安静、絶対安静してると思いますよ。で、私だけここまで腹ばる来ました。はい、でそんなレイジルは、ちょうど先週ね、夜桜健吾役の松岡義継さんと2人でお届けしましたね、ラジオ。私もその位置を変わってくれとレイジルに何度も言ったんですけど、変わらせてくれませんでした。はい、義継さんがね、いろんなことになってるっていうのを聞きましたんで、その話もちょっと後ほどできたらいいなと思っております。さあ今回私でちょっとここまで話してますけども、一人ではありません。今回はこちらの方にお越しいただいております。どうぞ。コンコン、お邪魔します。どうぞ。いいですか。はい、ここですか。本当にいいですか、僕で。もちろんです、お久しぶりです。はい、じゃあ安心して、初めまして皆さん、あ、二度目まして皆さん、夜桜心臓役の沖津和之です。わーい、やっぱり怖いよ。やっぱり怖いよ。嬉しい、変わってない。太陽の方がいいんだろう。いや違う違う、太陽の方がいいって言われてるじゃないか。言ってないですって。言ってたよ、聞いてたよ、目の前で。そんなこと言ってないですって。ね、寂しいって言ってたじゃないか。あれはあれで癖になるねっていうことだったよ。癖になるでしょう、そりゃ。あんなブレブレの写真毎回撮ってたら、はい、ただそうですね、今回の沖津さんが来てくださるということで、はい、今回の写真はどうなるんだろうねっていう話をスタッフさんとしてまして、くっきり綺麗にちょっと目が大きくなる、大きくなるように、お肌もツヤツヤで、ツヤツヤに撮っていただきましょうか。ちょっとアップ目にしますか、はい、耐えられるように。耐えられます、耐えられるように撮っていただいて。よゆるよっちゃんです。嬉しい、ありがとうございます。いやでも本当にお久しぶりですね。この後いろんなお話をまた、はい、アニメもね、だいぶ深刻な感じに話が進んでますんで。大変なことになりましたね。話すことも増えたと思うんで、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、では始めていきましょう。夜桜さんちの大作戦スパイデーレディオ、ミッションスタート。夜桜さんちの大作戦スパイデーレディオ。改めまして、夜桜さんちの大作戦、夜桜むつみ役の本土楓です。改めまして、夜桜心臓役の沖津和之です。お、なんかビビリモードじゃない方の雰囲気を感じましたよ、はい、前回、かっこいいところも見せられたはずだと思って。本当にこのここ最近の14話だったり5話だったり、なんかこのあたりって本当にどんどんシリアスになっていって、はい、うん、でもなんかこう心臓兄ちゃんのいろんな面が見られましたね。そんなに見せてないんじゃない。いやいや結構見えてます。なんか最初暇だから京一郎兄ちゃんに行ってこいって言われただけだった気が。いやそんなことないですかね。かっこよかったですよ。だって前回あのラジオにお越しくださった時って、第2、3回目
すごい最初の方、ね、早い段階でお招きいただきまして、何も喋れることがないなぁなんて思ってたら、そうなんですよね、今なら話せることが増えましたねということで、はい、ただ今回ちょっとあの川島がいないので、ちょっとあの面白おかしいラジオになれるかと言われると、ちょっと心苦しいことに、じゃあ僕が面白おかしくしましょう。イエーイ。イエーイ。あの何をしたらいいんですか。いやでもちょっときゅね、うん、面白おかしいかわからないんですけど、その先週の回は川島礼二とあと吉継さんの2人の回だったみたいなんですけど、なるほど、なんかあのグループラインあるじゃないですか、桜さんのキャストの、なんかあのなんだ吉継さんが四つん這いになったよみたいな、そんな報告来ましたね、来てましたよね。吉継さんが四つん這いになりました報告写真とともに送られてきましたけど、ちょっと何を言ってるのかわからないなって、そうですよ、何の流れがあったんだっていう、はい、はい、ラジオに来たということで、でも兄弟たちの間ではこのラジオは戦々恐々と、呼ばれるのが何が起こるのかわからないから怖いよっていう、何をされるのかわからない恐怖、でも毎回でも平和は平和ですよね。そうですね、そんな実は怖いもんじゃないっていうか、そうですよね、まあ、やっぱそ双葉姉ちゃんも怖がってたけど、うん、なんだかんだ楽しくなんか帰ってきたみたいな、そうですね、にっこりして帰っていったので、そうですよね、あかりも、うん、よかったよかったですよかったな。いやでも、アニメの話もいっぱいしたいと思いまして、はいはい、現在というか、ついさっきの時間まで第15話が放送されておりまして、何やってたんでしたっけ15話。いや15話本当に深刻と言いますか、あの、まあ、タンポポが登場してからのお話なんですけど、あれですね、あのまず夜桜の血を再現したドーピング薬いきなり物騒だな、ドーピング薬、あの、まあ、なんか葉桜パワーアップする薬で、そうです、非常に危険な葉桜というものを注入した、あのノーメンさん、ノーメンさんいましたね、あのなんかもう見た目からして怖い、見た目も怖いけど喋り方冷静で、でもなんかちょっと中性的で、ね、気になることばっかりのキャラクター、うん、癖強も癖強だったんですけどそうなのよみたいな口調の、あの人になんで僕はずっと殴られ続けなければいけないのかってそうなんですよ、心臓兄ちゃんとの戦いがずっと描かれていたと言いますか、うん、戦ってないですけどね、我慢してただけですからね、まあそうですね、なんかやるのかと思ったんだけど、戦いっちゃ戦いではありつつ、うん、そうですよ、まあでも戦いの仕方も兄弟によって全然違うじゃないですか、そうですね、心臓兄ちゃんはまあ、うん、なんだろうな、武器のスペシャリストっていうところでいろいろ使ったり、やっぱ人への優しさがあるキャラクター、僕はあの兄弟の中で一番優しい人間だっていう自負がありますよ、うん、それは僕はって方ですか、僕は3次元の方の話ですか、2次元の、あ2次元2次元、あこれは2次元の、次元中の人の話ではない、ではなくて中の人はみんな優しい、優しいそうですよね、そうみんな優しい、優しいですけど、みんな優しい、みんな優しい、ほのぼのしてる、そうですね、うん、心臓兄ちゃんはそうなんか優しいビビリというか、優しさがゆえのビビリとも言える、そうそう、心配性なだけ、あそうですね、心配性なだけだと思いたい、うんうん、そうでもそうだと思います、うん、まあでもそういう強い心臓兄ちゃんがいても、はい、そのまあ本当にちょうどタッチの差で、うん、太陽の元にあの謎の男が現れて、あのヒゲメガネ、ヒゲメガネ、あのヒゲメガネ、長身ロングコートヒゲメガネ情報がね多すぎるんです、あのおじさん、やたらいい声の、そうすごくいい声の、ボソッとなんか一言言って、なんか、はい、体大事にしなさいみたいな、なんかこういたわるような言葉をかけたと思いきや、びっくりだよ、ブシュッ、助かったと思ったのによくやったなって褒めてあげようと思ったら血まみれなんだから、本当に本当に間に合わない、あれは謎でした ね、今のところは謎として描かれてますが、うん、なんだ、ただものじゃない、ただものじゃないですよ、みんな覚えておいてくださいね、あのただものじゃない、ヒゲメガネロングコートいい声おじさん、いい声おじさんあの人のことをみんな覚えておいてください、略して謎の男、謎の男、謎の男、はい、それで本当に太陽がもう絶対絶命というか、うん、本当安静にしていないといけない、死んでしまうかもしれないっていう状態なんですけど、うん、瀕死とはこのことですよね、本当に文字通りで、その後ですよね、うん、その絶対安静の太陽が夜桜家にいるんですけど、うん、そこに来ました、1000人以上の1000人以上の前にあの鳥居が、あの鳥居がすごいな、大きいよってあれあスタジオでもずっとあの泣き続けてくれるんですけどす非常に楽しくて、
すごいですよね。誰よりも全力で声出してそうなんですよ。やっぱあれも生き物ではないから基本同じトーンで泣き続けなくちゃいけなくて、しかも今回すごい長い時報だったんで、長かった、あれももうなんか拍手でしたよね、はい、あのアフレコは後ろでニヤニヤしてニヤニヤいやすごいや長いなこの法華経って結構難しいことやってらっしゃるんですけど、あのお方も謎の鳥ですけど、ね、謎の鳥鳩なのか何なのかって思いながらね見てますけど、千人は無理よ、いやと言っても千人は無理よ、どうなっちゃうのっていう、うん、まあでも実際ねゴリ当てがゴリゴリされまして、あんなでかくなるんですね本当に初めて見た時びっくりしたんですけど確かあそこまで大きくなるのは多分アニメ上初めてだと思うんですけど、初めてですよね、なんか別の漫画始まったなと思って、うん、確かに、うん、別ルートいけそうですけど、そうそうそう、あんなにでかいのに吹き飛ばされてしまう、いやそうなんですよね、あの最強の犬好き山ちゃん、山ちゃん山ちゃんの名前は山ちゃんでいいんですもん、山、ね、ちゃん交番表というかにも山ちゃん、山ちゃんって書いてあって、そうですね、アフレコする時のその出るタイミングで名前がパカパカ出るとこも山ちゃんって書いてありましたね、略さず山ちゃんで、うん、そうなんですよね、そうそうそう、なんか坊ちゃんになってね、山ちゃん山ちゃんでね、そう、うん、そうですね、なんか役の方の話をしたいけど、そうそう、二次元と三次元がね、一歩間違えると失礼な感じになっちゃうっていう、ちょっとドキドキする、なんか不思議な感覚でしたね、山ちゃんって犬好きなんですね、あーっと違くてみたいな、作中のみたいなキャラクターの方のね、どんな気持ちだったんでしょうかね、そうですよね、三次元の方の、ね、三次元の方の山様、うん、山様は、はい、いやなんか不思議な空間でしたね、うん、あれは。なんかキャスティングでも遊んでんのか何なのかとか思いながら、確かにちょっと思いましたねちょっとだけね思いましたけどね、でもやっぱりその、うん、そもそも兄弟のその最強感、うん、なんかその兄弟感っていうのもまずまあ、うん、あるじゃないですか、この兄弟強いな、うん、あこの方が声当てられるんだ、うんうん、うわそれは強いってこう納得しながら私も皆さんの声聞いてるんですけど、うんうんうん、やっぱそのなんだ今まで出た中で言うとおじいちゃんとかもいたじゃないですか、うん、あのまあおじいちゃんあの人おかしくないですか、いやそうなんですよ、バンじいちゃんね、幸せそうで何よりですけど、そうですね、あとそうですね、ケイコおばあちゃん、はい、はい、なんかむつまじくてねそうです、刑務所で幸せにしててくださいって思いながら刑務所で脱獄犯、うん、会いたいから抜け出してきちゃったよみたいな、カバンの中に入っちゃうよみたいな、ね、それでお姉ちゃんのいる店に遊びに行くんだからすごい人ですよね、そうなんですよ、だからその家族に限らずですけど、うん、やっぱ最強なところにやってくるキャストさんが説得力があるなっていうのは思いましたよね、間違いない間違いない、毎回びっくりするもん、びっくりしちゃいますよね毎回びっくりするどなただろうって思って台本見て、うん、わーって、ね、それをだから毎回アニメをリアルタイムで見てる人たちも楽しんでくれてるのかなっていうのもね、うん、ありますよね、はい、これからもどんどんいろんなキャラクター出てきますから、ぜひ注目してもらいたいと思いますね、ここからですので、うん、はい、楽しみにしていてください、はい、応援しててください、うん、はい、というわけで、はい、ね、じゃあここからはね、うん、ちょっとリアルタイムとはずれてくるんですけれども、はい、スパイリスナーさんからいただいたメッセージのご紹介に移りましょう、 ありがとうございます、ペンネーム、スパイネームですね、ラプタンさんからいただきました、ラプタンさんありがとうございます、第13話拝見しました、 ありがとうございます、太陽の家族の事故に夜桜家が関わっているかもしれないと気づいたむつみの離婚しましょうのセリフは、よかったな素直な離婚しましょうでよかったですよ、離婚しましょう、はい、シリアスにもなりそうですが、むつみの声と魂が抜けた顔に思わず笑ってしまいました、うん、その後に登場する個人図書館のめいちゃんのちょっとした音でも頭を貫通させる理不尽さにも同じく笑ってしまいました、めちゃくちゃ怖かったですけどね、サクッと長屋の爪みたいなやつでしょ、また B パートは、うん、2人の年を取った演技が聞けてとても良かったですとのことです、ありがとうございます、いやこれまた A、B とそれぞれ前半後半で全く違う、ね、見どころが違って、はい、あれだって本人というか川島くんと本田さんがおじいちゃんおばあちゃんバージョンをそのままやってましたよね、そのまま撮ってましたね、すげえお上手って思って、すごく自然な、それはもう夫婦生活50年な雰囲気がよく出てていやそうなんですよね、その病院行ってもその声とか見た目でバレないっていうそもそものこう話、うん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 、原作からだったので、うん、じゃあこれはボイスチェンジャーかもしくは七尾くんの薬かなんかでなんか声も変化させてるのかなちょっと声帯むくませて喉にプスッと注射してもらってと思って、あの現場で確認を取ったら、うん、いや彼らは地声で、うん、おじいちゃんおばあちゃんにしてますって言われて、うん、え
二人すごいやってなんかね、むつみもできるんだと思いましたし、やっぱね投手としてやっぱね努力を積んでたんでしょうね、お家でねえ、と思って全力で我々もやらせていただきましたけどやりながら、でもモノローグでは本人、キャラクターの方の地声、等身大の年齢感になったりもするので、そこ二人遊びながらも楽しくやってましたけど、そうだったな。いやでも私やっぱめいちゃんよかったですね、大西さん。めいちゃんこれ誰やってんだろうって思って、やっぱこうスタッフロール見て、おお大西さんだと思った。あのなんとも言えないオタク感というか、オタク感言い方が悪いですね読書家感というかね、繊細な感じがとても、とても合ってましたよ ね。個人的に本当に大西沙織さんラバーとしてもうここ数年生きてきてるんですけど、なるほど、あのこうそれを愛を公表した上で生きてきて、夫がいないからって好き勝手なことを言います。今なら言えるし、めいちゃんは女の子だし許されるかしらでも大西さんなのが嬉しくてたまらなかったんですが、でもめいちゃんはその、まあ、めいちゃんっていう言葉とか、なんかその図解、あの半径何メートルだとどうなりますっていう図解あったじゃないですか、このエレに入ると、と死なんかその図は可愛かったんですけど、やってることがあまりにもなんかもう、これすぐあの世に行ってしまうやり方だなみたいな。あんなにすぐあの世に行かせる人ってこの作品いましたっけって思って、そう描き方こそギャグみたいな感じですけ ど、多分これ本当にあの世へ行ってるんじゃないかって思ってる、死者の、眠りを妨げるものは許さないみたいなことを言ってましたけど、はい、の爪の素材気になる。確かに貫通できるっていうのは気になりますけど、13話も本当にいろんなシーンが描かれてましたね、はい、ありがとうございます。続きましてスパイネームパンダの足跡さんからいただきました、ありがとうございま す。本土さん、おきつ兄さん、こんにちは。こんにちは。今回は別居中ということで兄弟の癒しトークが聞けるのではと楽しみにしています。やった、ありがとうございます。さて、心臓といえばムキムキの肉体、僕も心臓の肉体目指して筋トレを始めたのですが、素晴らしい。熱くてついサボってしまいます、お二人は継続して何かを続けることは得意ですか？苦手ですね。早いですね。暑い時はエアコンつけようよ。確かに。エアコンキンキンに冷やして、キンキンに冷やして筋トレをする。確かにそれなら続けられそうですよね。そう。でもすごいですね、本当こう心臓さんに影響を受けて。よかったよ、七尾に影響されてムキムキにする人の方が多いかもしれないと思いましたけどそっちはそっちで、ゆうきさんとかはそっちかもしれないですけどね。なんか分かれるんですよね、どっちもムキムキなはずなんですけどねだけどなんかちょっとムキムキのなんか雰囲気違いますよね。だいぶ違うだいぶあんなに血管浮き出したりしないからね、結構ほんとリアルタイプは心臓兄ちゃんといいますか、引き締まったというか、なんていうんでしょう、キュッとした感じ、しなやかによく動きそうな。七尾は七尾でやっぱこう戦う時何倍にもなるので、お腕とかがずるなんか筋肉キャラで戦えると思ったのに、全然筋肉キャラで戦えない本気出されたら強すぎますね。強すぎる。属性もいろいろ持ってらっしゃるし、そうちょっとずるい七尾はやっぱ特別かもしれない、となると心臓兄ちゃんはやっぱりこう武器に頼るしかなくなってしまう。なくなってしまうそこがいいんですけどね。いやでも何か継続するのが苦手っておっしゃってましたけど、そうなのですか？飽き性なんですよね。じゃあいろんなものにこう興味を持って手を出したりはされるですか？なんか音楽とかも興味あって楽器始めたいと思っても、楽器を買うとこまでは行くけど3日で飽きますよね。じゃあ人に教えられるのが嫌で、自分で勝手にやって、楽しかったっつって終わっちゃう。じゃあある意味家の中はむつみの部屋みたいにいろんなものが置いてあったりするんですか？かも、そういう意味ではそうかも。むつみの部屋ですね。じゃあ僕ぐらいのレベルの音楽の才能しかないということで。むつみがですかあーどうなんだ、まあ、確かにな。よろしいですかね。むつみはむつみだしなむつみのあれはあれだしなでも楽器すごいいろんな楽器を置いてますよね、むつみの部屋はね。ピアノから始まり結構いろいろ置いてあるはずですね。なんか紹介してましたもんね。本田さんはなんかそういうずっとやってる趣味とかそういうのはないんですか？私も飽き性なんですが、なんですけれども、最近アプリゲームというかアプリ、スマホのアプリで、なんかこう語学を勉強できるアプリがあるんですけど、素敵。それは結構続いてます。100日以上。あ、すごいすごい。100日はすごいよ。まあでも、なんか一応やっぱこうデイリーみたいな、こう今日もやれたねってスタンプが溜まってくみたいな、毎日。なるほど。でも
やっぱどうしても0時を過ぎちゃうとシビアなもんで、うん、なんか凍りついちゃうんですよ。この日はダメでしたね、やってなかったねっていう、0時までにやってくれる、はい、でもそうした時にもちょっと課金すればその穴を埋められて、うんうん、そこで課金が始まるんだ課金してなんだかんだ百何十日に今なってるんですけどほう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 、それは、まあ、一応でも夜その朝が来るまでにはやってるって感じですね。やってますね、やってますやってます。まあでも1日ぐらい、まあまあまあそうですね、まあ、課金すれば埋まる溝なんで、ああまあまあ、あそれで思い出した、その継続するといえば日記、夏休みの宿題日記あるじゃないですか。 ありましたね。去年絵日記つけ始めたんですよ。すごい、一冊埋めるまでと思って。すごいじゃないですか。去年7月、7月から今今年7月、埋まってない。1年、あと10ページがどうしても埋まらない。でもすごい、じゃあ相当も9割以上いってるってことですか。すごいですね。いや60ページしかない。60ページで1月で1日2ページ書いていけばちょうど確か1冊終わるかなっていう、はい、もう自由帳に書いてるんで。あれ1年、あれ最初楽しかったんですけどね、はい、じゃあぜひ今日のこの収録のこともそうですね、10ページ書くことは5ページぐらいですか。5ページ使えますこのお仕事、まあ、今日1日とか今日1日いろんなことあったんで。そうですよね、きっと。そう、うん、この前にお兄ちゃんと弟に会ったよとか。あそうなんですね、盗み撮りされたよとか。グループラインで見ました。盗みってあれ本当に盗み撮りするんですよ、あの京一郎って男は。あれ小西さんが盗み撮りしてたんですねそう、うん、もう送信済みだから、送信済みレイジルが僕のことを撮ろうとしたんですよ。そしたら小西さんが、あ、もう送信済みだからって言われて、え、送信済み、送信済みすんげーうなだれてる僕の写真が。うなだれてる、いや確かなんか画質的にすごいどっかからズームして撮ってるのかなっていうのは。端っこから端っこ撮って端っこから端っこ狙って。あれ盗み撮りだったんですね。いや今日は撮らなくていいだろうって僕一瞬思って、はい、やめたのに。やめてる、あのお兄さんって人は。うん、勝手に撮って勝手にあげてるから、本当に今でも変わらずグループラインではあの別現場で会った兄弟たちの写真やら報告が、ね、いつも行き交ってます。なんかみんな仕事しすぎです。なんかちょっと羨ましくなっちゃう。わかります、羨ましくなっちゃう、ね、うん、すごい。なんか道端で会いましたとかも写真送られてきたり。本当に道端で会ったんですよこの間だから。いやそうですよ、おひつさんがそれを送ってくださって本当に感動しましたよ。道歩いてたら目の前から見覚えのある人がああおひつくん似てる今の兄ちゃんつって今の似てた写真を撮らせてください。小西さんと、うん、そう街中で会うとちょっとびっくりしました。テンション上がりますよね。見てるこっちもすごい上がりました。え何それ。その直前に七尾に会っててね。いやもうで、うん、七尾がそこで会う前に私と七尾が会ってたので。そうだなんかその日はすごい。なんで今日ここにいるの、さっきむつみと会ってたんじゃないのみたいな。みんな本当になんか変な日でしたねあの日は、ね、うん、夜桜家でアニメ何割やってるみたいに思ってしまいかねないぐらい。まあ7人いますからね。7人もいたのか8人か。あ、まあそうか、そうか、そうですね、8人、うん、ある意味それは継続してますね。そうですね、まあ、業界は夜桜家で回ってるという、はい、回ってる断言されました皆さんメッセージありがとうございました。はい、ありがとうございました。夜桜さんちの大作戦スパイデイレディオ。続いてはこちらのコーナー、スパイデイレディオ今週の見出し。さあ番組のタイトルにもなっていますスパイデイにちなみまして、スパイデイという雑誌がもし現実にあったら乗りそうな情報を番組内でお届けしていきます。想像力豊かだね。今回はおきつちゃんのことでしゅよ。嘘、こちらおきつ兄さんがまさかあの中に。7月20日土曜日アベマ特番に夜桜キャストが大集合。あの中にキャー。はい、あのまあ特番があるよって話はあのおそらくもう皆さん知っていると思うんですけれども、うん、こちらね7月20日土曜日20時よりです、うん、アベマにて、テレビアニメ夜桜さんちの大作戦夜桜屋敷襲撃編クライマックス放送直前緊急スパ
パイデイ特番が配信されます。長いタイトルですね。長いです。長いタイトルですね、はい、その特番の話なのでございますね、はいはい、こちら本当久しぶりとこいや初めて夜桜、うん、今の夜桜一家のキャストが勢揃いしました。今の夜桜一家、はい、あのメイドに桐崎彩香さん役の伊勢さんついにね加わった状態で全員が揃うという特番の撮影を以前しましたね。しました。そこでまあ、オープニングですかね、主には特番のオープニングオープニングでね、あの中にだってあんなものがあるんだもん。いや、ありましたね、リビングルームに。いや、あれですね、あの大きさのあれあの大きさのあれご用意しましたってご用意しましたって言われましたからありがとうございますって言っときましたけど、うん、入ってくださいなんて言われたことはないんですよ。かご自身から入った、積極的に積極的に入りに行っている。いあの中に入ってない沖津さんはもう心臓じゃない、心臓じゃない。いやだけあの瞬間感動しましたよ、私たちは。本当ですか。はい、もう心臓だって、もう心臓だってもうあれさえあればもうみんな心臓にみんな慣れるんですね。みんな慣れる。いや入ったけばよかったって後悔するぐらい素敵なものがあったんですよ、うん、あれそう、もうあれはだからあれですよ、あれもだからその特注というか本当に再現していただいて、う色も色そうでしたね、色もあの心臓のあれのあれの色固くなり言わない言っちゃダメだ言わないでおきますか。言ってもいいですけど、すね、まあ、バケツがね、バケツがバケツがでっかいバケツがありまして、はい、スタジオの隅にドカンってあったから、いやもうこれは僕はここに入りますっつって、その大きな体を折りたたんで折りたたんで折りたたんで入りきってないなかった柔軟性がちょっと僕にはあ、なるほどだなって思いました。でもちゃんとすっぽり入って蓋まで持って蓋持ってすごい日曜の夕方って感じがしましたけどあのアベマ特番は土曜日 の、ね、そうですね、夜ですから夜8時より。そうなんです。はい、楽しかった。なんか集まってね、うん、その振り返りとかもやりましたけど、うん、いろいろありましたね、うん、あれですね、3ヶ月あるといろんなことが起きてたんですね、うん、夜桜家。そうですね、うん、本当にがっつり時間とってみんなで一緒に振り返りができるんですけど、うん、そうですね、なんか最初の頃、うん、今思い返せば最初って本当に賑やかで、うんうんうん、結構まあコメディーな、そうですね、話だったんですね、うん、なんかもうここ最近それどころじゃないよあいつらが襲撃してきたから、襲撃してきよって、あのタンポポさんたちがでも見返すといろんなとこにタンポポ飛んでたりするんですよね。うわ、なんか恐ろしい。そう、あ、そっか、そういうことで、そっか、ふわふわしてんだっていうことが改めてこう振り返れるし、うん、あのメイドさんがはいはい、お仕事してくれて、はいはい、ね、紹介ビデオを作ってくれたんで、そうですよね、ナレーションの方を担当してくださったりもしているので、ぜひ見ていただきたいんですけど、でもそれだけじゃなくて、だけじゃなくて結構他にもいろいろやりましたよね。あのまあ主にやっぱ川島くんが、うん、体を張って向こうが、はい、入り向こうが頑張ってた。いやまああれ楽しかったです。あの作中にちなんでスパイ声優ライセンス試験みたいなことをやったんですよ。みんな持ってるスパイ声優ライセンスねあのスパイ役をやる声優はみんな持ってるんですよね。そうそのライセンスを。そうなんですよ。でもなんか川島だけ持ってなかったみたいでそうだよね、なんで持ってないんだろうね、うん、ね、事前にやっぱオーディション受ける段階であったあったあった、ね、項目があったと思うんですけど、うん、チェックしましたよねスパイ声優ライセンスお持ちですか、はい、持ってますよっていうのねやりましたけど、だからこの配信される特番内で彼はゲットしようといろいろ真のスパイ声優になれるっていう、うん、挑戦するっていう企画がねありましたけども、いやもう普段の行動からやっぱりスパイらしく生きてないとスパイ声優にはなれないっていうのが今回よくわかりました本当に観察力、洞察力、判断力、読解力まああとはあの、うん、まあそうですね、ちゃんと形式にのっとった回答の仕方をするっていうあの人はでも天才だよねうん、はい、そうです。あの人は改めて天才だなと思って、あんなに笑ったの何年ぶりだろうっていうぐらい笑い疲れて次の日筋肉痛でしたもんね筋肉痛、うん、あの筋肉痛はね、あの中に入ったからの筋肉痛じゃなくてね、笑い疲れた筋肉痛だと思いましたね。でも本当に
そのまあ、うん、川島がなんやかんやあってすごく笑いがずっと起きてたんですけど、うん、なんか結構何割かの人は涙するぐらい笑ってて、うん、溢れてましたよね。私も泣いちゃう、笑い泣きしちゃってうぶうぶ。素敵な家族ですね。いやだからなんて言うんでしょうね、その家族 の、 そのグループラインの楽しさみたいなのが割とそのまま、うん、まあ、何倍にも楽しくなって、みんなにも、うんうん、視聴者の皆さんにもなんかこう、あ、こんな仲いいんだなとかなんかすごい家族感を感じてもらえる特番になったんじゃないかしらなんて、うん、みんなここぞっていう時に出てくるもんねここぞドーンっつってしっかり出てくるんで、うん、あとはあれですね、あの、うん、いつもラジオの告知でも言ってるような、はい、あの DVD ブルーレイの、うんうん、あの開封動画的なものを、ま、ね、それも川島くんがやったんですけど、うん、はい、すごいでした ね、 ね、やっぱこう YouTube チャンネルぐらい持たなきゃいけないということでね。そうですそうです、そうそうそう、どんどんこうね広めていこう、地上波だけじゃなくて、そうですそうです、そうやっていこうっていうことで、まあいい仕事してくれましたよね。いやなんかやっぱ本当に川島くんはどれくらいが本当でどれくらいがいい意味で面白くしようって意気込んでやってるのか何パーぐらいだと思います、本気読めないんですよねそれが、それが天才というか、うん、天然というか。でも頭いいよね絶対、ちゃんと頭の回転は多分早いんですけど、たまに早すぎて口と脳が追いつかないからああなると思うんですけど、先行っちゃう、先行っちゃってああなってるんですけど、うん、頼もしいな。いや本当にああいう人初めて、人初めてです、私は忘れられない、忘れられない、だからちょっぴり寂しい今日ね、はい、うん、なので皆さん、お似合いだと思うよ、2人とも、あざーす、うん、7月20日土曜日8時アベマにて見てくださいね、見てね。じゃあ次、見出しこちらでございます、はい、テレビアニメ夜桜さんちの大作戦第16話予告見出し。おー、さあこれ来週のお話ですけれども、俺たちで見出し考えるんだ。そうです、16話何起きたっけな、なんか大変なことが起きてた気がするな。大変です、大変な、いやこれ難しいんですよね、ネタバレはしないけど見出しを言うっていう、あいろんなことが、なるほど、ね、詰まった16話なんですが、じゃあ先に私本土から参りますね。ぜひぜひぜひ、はい、はい、私本土から参ります、お願いします、はい、第16話の見出しはこちら、はい、チクッとしますよ。え、はい、あああ、いいね、はい、もうこれ以上何も言えないんですけど、いいね、まあ、これで皆さん何を想像されたか、まあ、原作を知らない方を中心にね想像していただくんですけれども、まあ、ただこれ言い方今ちょっとねこうボヤボヤっとしたんですけど、お話としては本当に肝になる、核、そうですね、これからのストーリーにおいても本当に大事な、外さなくてはならないシーンです ね、うん、いいね、はい、チクッとしますよ、言われたい、久しぶりに言われたい、チクッとしますよ。ですか、最近言われてないですか、うん、言われてない、うん、注射とかされたくない、いや私ももう無理で、見ていられますか、その一回俺平気だって思って見たんですよ、うん、じっと見たら、その採血だったんで、あ、はい、血がちょっと抜けて赤くなった途端にうって気持ち悪くなって目を すぐそらしましたね私も見てられないです、うん、もっと強くなりたいって思った瞬間でした。オラもです、はい、ではおきつさんもお願いします。はい、それでは僕が考えた第16話の見出しはこちら、ゴミの日は守りましょうあーすごい、おーすごい、うん、ダメダメ、混ぜちゃダメ、分別もしてゴミの日ね、もちろん分別は本当に大事ですね、当日の朝出して、そう、うん、大事ですよ、大事大事、守りましょうね、そう、いやこれがでも、うん、まるで今現実の話のように聞いてたんですけど、うん、16話でちょっと関係してくる、いや、いやそう、だいぶだいぶですよ、ゴミの分別について、ゴミの話しかしない、ゴミ16話ゴミの話しかない、なんか内容知ってるとそのゴミって言われてるもののことを今考えるとおかしくなってくるんですけど、うん、あれでも、まあ、すごいよね、びっくりしちゃった、あれかっこいいですよね16話のそのシーンって、ね、うん、
みんなかっこいいです。みんなかっこいい。あの人もその人もこの人もあの人も小吉さんのその方もかっこいいですし、ね、ワクワクしますよね。16話って本当にあのこのシリーズの中でも一番の盛り上がり回だと思うので、うん、確かに、ね、まずは今これから盛り上がるというとこですね。うん、絶対見逃さないでほしい。本当に襲撃されて大変なんですから。大変ですよ我が家。でもみんなかっこいいんですから、うんね、皆様お見逃しなく。はい、来週第16話です。よろしくお願いいたします。夜桜さんちの大作戦スパイデイレディオ。続いてはこちらのコーナー、クイズ。うちの家族普通じゃない？でしょう。いやいやいや、世の中結構特殊な家族いるんですよ。そんなバカな。いや、こちらはね、個性的な夜桜一家まではいかないものの、うん、うちの家族も結構個性的だよ。そんなリスナーの皆さんが日常で感じた自分の家族の普通じゃない一面をクイズ方式で出題してくれます。で、私たちが皆さんから届いたクイズミッションに挑戦していくというコーナーです。クイズ得意です。あ、本当ですか？多分。え、頼りにしてます。私本当にこれ分からなくていつもめちゃくちゃ時間を使っちゃうんですけど。じゃあ今回こちらの方のクイズで参りましょう、はい、スパイネームこのみさんのクイズ。うちの家族普通じゃない？問題。うちの家族は普通の家族ならみんなで共有しているであろうあるものをそれぞれ買ってきて自分専用として使っています、うん、さて何を自分専用として用意しているでしょう。ああ、なるほど、わかりました。はい、どうぞ。え、いいんですか？どんどん答えちゃってください。正解いきますよ。まさか。マヨネーズ。マヨネーズ？あ、違う。違う。はい。はい、どうぞ。ケチャップ。違う。え、じゃあ、はい、はい、はい。お箸。お箸はみんな違うだろう？え、嘘。うちの実家もうみんな好きなお箸。食堂みたいな感じになってるの。あ、そうですそうです。今日はこの箸にしようって。そうですそうです。嘘だい。え、本当ですよ。うちの実家。普通じゃないな。お見せしましょうか。違う。なんだろう、もう絶対マヨネーズだと思ったのに。はい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 、はい、シャンプー。はい、歯磨き粉。はい、タオル。すごいいっぱい出てくるじゃん。すごいいっぱい出てくる。水回りの何かかと思ったんですけど。共有しているものを。タオル、おしいそうです。おしぼり。おしぼり。ティッシュ。え、お、やったー。え、なんで？箱ティッシュをそれぞれ個別で持ってるってこと？え、じゃあ答え、こちら解説があります。ティッシュということですが、鼻炎持ちの兄たちは、うん、それぞれお気に入りの少し高級なティッシュ。あー、柔らかいのが好き。で、何かをふきふき拭くときくらいしか使わない私と母は安めのティッシュを使っています、うん、なるほど。そういう、すごいですね。みんな抱えて動き回ってるわけじゃないんだね確かにそこまでではなさそうでしたね、うん、鼻炎はね、柔らかいのがいいですよね。鼻はね、痛いになっちゃいますから。なるほど。あ、そういうことだったんですね。みんなあれかな、お気に入りのティッシュカバーとかつけてるのかな。これがお兄ちゃんのとか、あ、でもこれがお母さんのとかね。確かに見分けつくようにしてるかもしれないです ね。でも私の衝撃はお箸が普通じゃなかったのが衝撃なんか私自分の自負としましては普通の家族なんですよ、もう面白みも何もな いやいやいや、すいません、何もないですっていう。いやいやいや、でも震え、え、お箸それぞれのだったよっていう人手挙げてください。はい、みんな全員 100% です、ね、やった。そのいや、そんなね、そんな一つ、うん、一膳一人一膳しかないんですか。日本セットで、なんか折れるなりかけるなりすると新しいの、そんな、うん、になりますよ。うちの実家そんな普通なわけないじゃないですか。4人家族、まあ、今上京してきてるんですけど、はい、あの実家は4人家族で、はい、でも4膳じゃないんですよ。多めにあって、うん、多めにはある。あ、多めにはある。で、もうガシャガシャガシャってして、で、まあ、なんか対になるもの、同じ箸が何膳もあってとかでもないんだよね、まあ、同じ、そうですね、長さとか、長さ違ったりもするんですけど、まあ、比較的やっぱ親とかお父さんとかは、うん、そう、長い大きめの箸を使うんですけど、うんうんうん、全然私がそれ手に取ったら全然使っちゃったりも、うん、おー、楓に取られちゃったなって思います確かにお父さんそんなダンディーじゃないんですけど、うん、長いなこの箸って思いながら使ったりも。でもあれか、その日の料理によって、うん、
これの方がテンション上がるなとか、あでも確かに今日このなんか和のうさぎちゃんにしようとか、うんうんうん、今日この木にしようとか、ね、はい、お箸でつまみやすいようにこうなんか箸選んだりするでしょうね。そうですね、すると滑るやつは太めのやつにするとかね、はい、ですです、あるのかもしれない。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、ナイスおしゃれ、ワンランク上の生活を楽しんでいたようですね。本時計です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで引き続き皆さんの家族の個性的なエピソードをクイズ方式で送ってきてくださいね。答えを書くのも忘れずにお願いします。夜桜さんちの大作戦スパイデーレディオ、ここで夜桜さんちの大作戦告知ミッションです。テレビアニメ夜桜さんちの大作戦は毎週日曜日午後5時 MBS TBS 系全国28局ネット日語枠で連続2クール放送中です。プライムビデオ、ネットフリックスにて毎週日曜午後5時30分より見放題最速配信中ですよ。見放題ですよ。そうだよ。さあ、そしてテレビアニメ夜桜さんちの大作戦ブルーレイ&DVD 第2巻が7月26日に発売になります、うん、イエイ。キャラクターデザイン高橋みずきさん書き下ろしスリーブ、特製16ページブックレット、うん、ショートアニメ夜桜さんちのミニ作戦、うん、イベントメイキング映像ジャパンプレミア&桜カーペット後編、夜桜さんちの大作戦スパイデイレイディオの第5回から8回など豪華特典が満載です。おー、メイキングも、松岡くんクイズも入ってんのかな。松岡くんクイズ、うん、楽しみだな。ぜひ皆さんご覧ください。ご覧ください。はい、原作夜桜さんちの大作戦は週刊少年ジャンプにて好評連載中、うん、コミックスは24巻が好評発売中、やった、最新25巻が8月2日金曜日発売予定です。出るぞ。続いて楽曲情報です。第2クールのオープニングテーマはフリップサイドフィーチャリング南條佳乃のシークレットオペレーションです、うん、エンディングテーマは遊び同盟の結婚行進曲、CD はそれぞれ8月21日リリースです。またエンディングテーマ結婚行進曲は各音楽配信サービスにて先行配信中、フル音源もお楽しみくださいね。はい、続きましてグッズ情報です。アニメグッズショップサインからグッズが7月に販売、太陽、睦美、京一郎、双葉、心臓の書き下ろしイラストを使用したグッズを展開。やった。はい、アクリルスタンドや缶バッジなどファン必見のラインナップとなっています。詳しくはサイン公式ページや公式 X をチェックしてください。以上、告知ミッションでした。でした。夜桜さんちの大作戦スパイデイレディオ、お届けしてきました夜桜さんちの大作戦スパイデイレディオ、そろそろ本日のミッション終了の時間になってしまいました。ミッションがすいません、ミッションが終了してしまうよ。やっぱり僕が頼りなかったから、むつりに恥をかかせてしまった。恥になっちゃった。大丈夫だよ。ミッション終了で名古屋だからかな。うーん、ナイスボケ。はい、味噌美味しいんですよ。150点あげる。皆さんは味噌は何味噌ですか？まあ、私は赤味噌です。赤味噌が好きだよね。はい、おきつさんは何味噌ですか？白味噌好きだね。相入れなかったです。さて、さあ、今回はパーソナリティが別居中ということで、はい、改めましてですけど、よそから心臓役のおきつさんと一緒にお届けさせていただきました。ありがとうございました。平和にまったり過ごしてしまって。いやー、ぜひまた今度は天才がいる時にも何度でも来ていただきたいです、何度、何度でもはちょっと。ああ、まあ、じゃあ適度に適度に、適度に、ね、兄弟持ち回りで、あ、まあ、そうですね、皆さんにもね、また来ていただいて、そうですね、まあ、2ヶ月ぐらいは来ないと思います、ね、2ヶ月、はい、ね、なんで、じゃあ本当最低2ヶ月は来ないと思います。あ、3ヶ月後、じゃあ本当クライマックスぐらいですかね。クライマックスにはちょっと全部バレてる。私の甘噛み全部バレてる。ミッソンと
お次は可愛いな、うん、あ、はい、まあでもそんなわけで、はいはいはい、情報盛りだくさんで本当ですね、こんな本当にちょうどやっぱりこう心臓お兄ちゃんがすごく活躍してくれている話数にことをまたおきつさんが来てくださって、うん、本当に良かったって我慢してただけです。あ、そうでしたか。踏ん張りが効くだけの男です。踏ん張りはもうかっこいいんですよ。踏ん張りがめちゃくちゃかっこいいです。僕しか耐えられないっつって、めちゃくちゃかっこいい。踏ん張りが効くだけの男です。イケメンです。ありがとうございます。はい、これからもギャップ萌えを狙っていこうと思います。お、ギャップ萌え、いけ、大好物だろみんな。はいはい、ありがとうございます。私も大好物です。いやいや、夫婦仲良くしてくださいよ、次回もね。はい、はい、そろそろ勉強はほどほどに。そうですね、じゃあ次回は人二人で、うん、まあちょっと寂しいかもですね。お、本人には言いませんけど。いいね。はい、さあ、というわけで本当におきつさんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてこの番組は毎週日曜日の午後5時30分に配信されます。番組では皆さんからのメッセージお待ちしていますよ。温泉の番組ページのメールフォームから送れます。ということで、お待ちしてます。はい、よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は夜桜睦美役の本土楓と夜桜心臓役の沖津和幸でした。ミッション！ミッションコンプリート！合わせ味噌も好きです。お、よかったです。